国88箇所の掛け軸の仕立てについてご紹介させていただきます。大切にしていきたいなと思います。掛け軸塾。はい、どうも、掛け軸塾の野村です。今回は四国88箇所の掛け軸の仕立てについてご紹介させていただきます。四国88箇所っていうと、弘法大師空海さんにゆかりのあるお寺、四国にある88個のお寺を、巡っていって、で一箇所一箇所で大師に朱印をもらって、それを全部集めたものを掛け軸にするっていうお仕事の流れになります。全国的に言っても、非常に人気の高い霊場でして、弊社の方でもよくお仕事というのはご依頼されることがあります。で、その四国88箇所の掛け軸表層依頼なんですけども、今回はなんとスイスの方からご依頼を頂戴いたしました。おお、スイスかと思いましたけどね。弊社では海外からのお仕事というのは、よく頂戴することが多いんですけども、四国88箇所の依頼っていうのは、正直初めてだったので、お客さんが来られた時はちょっと感動というか興奮しましたね。で、スイスの方とお仕事をさせていただくっていうことは何回か今までもあったんですけども、すごい日本文化に造詣が深い方が多くて、であと、すごいジェントルな方が多いイメージだったんで、お客さん来られた時も、どんな感じかなと思ってたんですけども、やっぱりすごいジェントル で日本の文化に関して非常に詳しいというか、興味を持たれている方でしたね。で、3ヶ月ぐらいビザを取って日本に来られて、結構長いこと日本にいらっしゃったらしいんですけども、でどこ行ってきたのって聞いてみたら、もちろん四国行ったんですけど、四国の前にどういうとこ行ったかっていうと、浮世絵が好きだから、日本の美術がすごい好きみたいで、浮世絵の美術館行ってみたりとか、あと川鍋暁斎ってことにありますかね、明治時代初期ぐらいの日本画家なんですけども、非常に奇才というか若冲に近い部分があるかなっていう感覚を受けるんですけども、結構画家の中でも変態的な作家だなって自分の中では思いますけど、それがすごい好きみたいで、僕もその川鍋暁斎好きだったんで、すごい話がこう噛み合って、めっちゃ盛り上がったんですけども、そういうのを行かれて、で最後に四国88箇所を巡られたということらしいです。で、今回の四国88箇所巡りなんですけど、なんと歩き遍路でやられたらしいです。マジかよ、すげえな思いましたけど、歩きかよ。いや、もう大体ね、日本の方でも四国歩き遍路される方って、いらっしゃるんですけども、結構あれ大変なんですよ。確か全部の行程で1200キロぐらいあるんで、成人の男性で健康な方で歩いても大体45日ぐらい平均でかかるっても言われてまして、それ、日本人ならね、こう信仰心があるからっていうので行くっていう方もいらっしゃると思うんですけど、海外の方で歩き遍路で四国を回られるっていうのは、なかなかあんま聞いたことなかったんで、もうすげえな、なかなか頑張るなと正直ちょっと思って、びっくりして盛り上がってたんですけども、でもめちゃめちゃ大変やったみたいですよ。そりゃそうやろと思いますけども、最初でどれぐらい大変かっていうのを分からずにこうスタートされたのかなと思いますけども、おっしゃるにはやっぱりよく言われるのは登山なんで足がすごいパンパンになると、で、やっぱりその方も足パンパンになってんで、豆がめちゃめちゃできてもうめっちゃ痛かった言ってましたね。でも最後らへんには豆も潰れて、なんかもう治って、潰れて治ってを繰り返して頑丈になったよイエーイとか言ってましたけどすげえなと思いますね。では途中で あんまりにも足がむくみすぎて靴買い替えたよ、ちっちゃくなっちゃったからって言ってましたけど、なかなかおもろいなと思います。で、今回のお客さん結構ね、やっぱこだわりが強い方で、歩きでやられるっていうだけでもね、こだわり強いなと思うんですけども、純一でやったらしいね。純一ってご存知ありますかね。四国88箇所って、
あの自由に行っていいんですよ。何番から行ってもいいんですけども、あの1番から順番に 1,2,3,4,5,6 ってこう回るのを順打ちっていうんですけど、これはね結構あの歩き遍路の中でもハードルが高いというか、ちょっと一段階きつくなるんですよ。というのはあのショートカットできないんですよ。例えば1番5番6番が近いからここだけ回って翌日2番4番行ってみようっていう風な行き方ができないので、1番2番3番行って次こっちの方が近いのにっていう時でもやっぱ4番5番とかこう順番通りに行かなきゃいけないんですごい大変なんですけど、まあお客さんはそれを分かった上であの順番にずっとやられたらしいです。で四国88箇所を始める前と後でちゃんと高野山に行かれたらしいんですよ。あの高野山にまず始まる前に行って、今から四国88箇所行ってきますみたいな感じでちゃんとお祈りをして、で無事に終わったら終了いたしましたっていうのをご報告に行ったということで、まあなんか日本人よりも日本人らしいというか、まあ多いですね外国の方で日本人らしい、日本人よりも日本人らしいっていう方、いやまあ今回そうまさにそれだなって感じて、まあすごい信仰心があるというわけではないみたいですけども、ただまあ仏教のことはすごい好きみたいです。ただお母さんはなぜかあのキリスト教っていうね、ちょっとようわからんなというおばあちゃんの影響の方が強いみたいですね。なんかおばあちゃんの方があの仏教に興味があるのか、まあ、関わりがあるみたいで、その影響を受けてたみたいな話をされてたと思います。でまあ総じて言うと四国88箇所巡りはすごい楽しかったみたいですね。まあ、あの自然もすごい綺麗ですし、まあ、現地の人もあの親切にしてくれたみたいですし、で、まあ、アクティビティも楽しめたということで、まあ、大満足っていうような形で、まあ、この後はあの掛け軸が無事に綺麗に仕上がればもう言うことなしみたいな感じで言って帰っていかれましたけども、謎にプレッシャーだけ与えられたみたいでそんな感じですけども、でなんかこの後はあの日本からタヒチに飛んで、でその後バリに飛んでからスイスに帰られるということで、まだバケーション続くみたいで、どんだけ長い休みやねと思いますけども、羨ましいですね。まあ、僕も海外好きなんで、まあ、いつかそんなね長いスパンで海外旅行してみたいなとも思いますし、スイスも行ってみたいですね。あのマッターホルンとか見てみたいなと思います。で、まあ、歩き遍路、まあ、60日間ぐらいかかったらしいんですけども、ようそんだけ休み取れましたね。日本人ではなかなか歩き遍路できる人って限られてるんですよって言ったら、まあ日本人は忙しいからねって言ってましたね。お知ってんねん、日本人は忙しいっていうのはなんか世界的にも共通事項みたいな感じでちょっと笑ってしまいましたけども、まあそんなスイスの方からの四国88箇所巡りのご依頼ですけども、早速では行ってみましょう。この作業でね、水が使われるので色止めをしっかりとしておかないと炭とか朱肉がにじんでしまうという原因になってしまいます。一通り糊を塗り終わったら、肌裏打ちの紙についてるゴミを探して取っていきます。裏を打つ前に本紙にもゴミが入ってないか最終確認をします。はい、ゴミのチェックが終わって、これで裏打ち前の準備が全部整いました。では今から肌裏打ちをしていきます。一通りなで込みが終わったら、今度は裏からハケで叩いていきます。
はい、裏打ちが終わったら仮張りといって板に張り込んで乾かします。はい、肌裏打ちが終わりましたので、今からこの作品を余分なところをね、カットしていって、その作品の寸法に合わせて生地を準備していきます。今回お客さんに選んでいただいた生地がこちらになります。いろいろ見られたんですけどね、これがすごく気に入られて、金襴なんですけども、あまりキンキラしすぎてない、サビ金と言ったらいいんですかね、抑えめな金なんで逆に上品に見えるということで、すごいもうこれが一番いいっていうふうに即決していただきました。で、来られるまでにいろいろどんな風にしようかなって考えられてたみたいなんですけども、このパターンっていうのは自分の想定の中に入ってなかったみたいで、もう一発で気に入っていただきました。今からこの生地を作品の寸法に合わせてカットして準備していきます。実際作品にね、生地をカットしたのを配置してみました。だいぶね、掛け軸の仕上がった状態っていうのがイメージできるかなと思います。これからね、この作品にこの生地を糊で貼り合わせていきます。一番ね、掛け軸らしくなっていく工程が、この実際生地を貼り合わせていく付け回しという作業になります。では行ってみましょう。はい、こちらスイスの方からの四国88箇所掛け軸描装終了いたしました。四国88箇所って88個も巡るところがあるので、やっぱちょっと幅が広くなるんですけども、この広くなったことによって荘厳な仕上がり、重みがあるというか重厚みがあるので、いい感じに仕上がりましたね。お客様が気に入ってくださったこの生地も、本当に作品にマッチしてて、いい感じで中の作品の魅力を引き立ててますね。はい、今回はスイスからの掛け軸の表層依頼っていうのをご紹介させていただきましたけども、今回のように海外のお客様が日本を好きになるきっかけとして、こういった掛け軸が役割を果たす
というふうに考えると、まあ、我々それを仕立てている表具師という仕事、まあ、それは今現代ではね、日本では正直言うと忘れ去られていこうとしている仕事なのかもしれないですけども、そういった角度からまた新しい役割役目っていうのを見つけることができるんじゃないかなとも思います。日本の文化を再発見するという意味で海外の方からのお仕事というのも大切にしていきたいなと思います。はい、弊社では今回のように四国88箇所の掛け軸の表層依頼というのを受けたまわっております。ご予算に応じて数十種類以上の生地の見本というのもご用意しておりますので、ぜひぜひ弊社にご用命ください。はい、このチャンネルでは掛け軸や表層に関するさまざまな情報、もしくはそれにまつわるさまざまなエピソードについて情報を発信しております。ご興味ございましたらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではどうも今回もありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。